はい、皆さんこんにちは、巨人 .com でございます。ということで、この新戦力チェックシリーズということでですね、新たに加入してくれた選手を深掘りしていくシリーズですが、今回ですね、育成契約から支配下選手に昇格いたしました選手の一人目、京本誠選手ですね、深掘りしていきたいと思います。ということで、現在のですね、ジャイアンツの支配下選手65名をですね、見ておきたいと思いますが、京本選手ですね、見ていただきますと、支配下のピッチャーの中では最年少ですね、石田選手と京本選手の名前があるかと思います。はい、この石田選手との関係性も含めてですね、この京本選手深掘りしていきたいと思いますので、ぜひですね、この動画最後までご覧いただきたいなと思っております。はい、ということで、まず報道の方からですね、振り返っておきたいと思います。こちらですね、3月6日のですね、報知ですね、スポーツ報知さんからの引用文になりますが、少しだけ見ておきます。巨人の京本誠選手が6日支配下登録された。背番号は99に決定した。はい、これを受けてですね、本人コメントがこちらになります。ジャイアンツのエースと言われるような投手に、チームの優勝、日本一に貢献できるようにというようなコメントを残しております。さらにですね、阿部監督のコメントがこちらですね。なんとか一軍のメンバーに残って勝ちパターンで投げてもらいたいなというのが今のところは僕の希望ですけどね、というようなコメントを残しております。はい、この阿部監督のコメントからも分かる通りですね、まずは一軍に残って、さらにですね、勝ちパターンという言葉がある通り、やはり中継ぎでまずは頑張ってもらいたいというのはですね、そのような期待が込められているのかなというところですが、果たしてね、これからどのような活躍をしていくかによって、これも変わってくるかと思いますが、まずは現段階ではこのような状況であるというところかと思います。はい、次にですね、これ当チャンネルとしての見解ですが、このタイミングで支配下登録に至った背景、少しだけ見ておきます。3つ挙げさせていただきました。1つ目が育成契約の3年目であるということ。2つ目が次世代のスターを育成したいと、まあ、そういう球団側の思惑もあるということ。3つ目ですね、育成選手への刺激づけという3つを挙げさせていただきました。昨年の秋ぐらいからですね、支配下に一番近い男と言われてましたね、京本選手ですね。まあ、その京本選手、開幕前に支配下登録されたわけなんですが、まあ、その背景としてですね、一つ目、やはりね、今年で3年目になります。一度契約が切れるというタイミングになります。まあ、この後、しっかり触れていきますが、十分ですね、支配下選手としての実力を身につけたというですね、もう単純にそこを評価されたのかなというのが一つ目ですね。まあ、もちろん、他球団への流出を抑えるという意味もあるかと思いますが、まあ、一つ目そのようなところかと思います。二つ目、やはりね、次世代のスターを育成しなければならないというジャイアンツとしての命題、やはりね、スターを作っていきたいというですね、球団側としても、そういった思いがあるのかなというところが二つ目。三つ目ですね、やはり育成システムをもっと活性させたいという、球団側としての思惑と、やはり育成選手にもっとですね、刺激を与えたいという思いも、もちろんあったかと思います。もっともっとね、この下からの突き上げ、ここをですね、活性させるというですね、そういった思惑もあってですね、この開幕前に昇格させたというところがですね、背景の3つ目としてあるのかなというところをですね、このチャンネルとしての見解とさせていただきます。はい、ということで少しね、前置きが長くなりましたけれども、本日の動画の内容こちらになります。京本選手の経歴から入ります。選手特徴と実績、さらにですね、2軍のですね、成績比較ですね、戸郷選手と松井選手を題材にですね、比較していきます。最終的に、本年度の京本選手への期待値ですね、ここに持っていくような流れでお話ししていきます。はい、では早速ですね、経歴のところから見ていきましょう。この京本誠選手ですね、大阪府大阪市出身ですね。中学校の時ですね、大淀ボーイズというところにですね、所属しておりますね。その際にですね、中3ですね、中3の夏のジャイアンツカップですね、これ公式野球の全国大会ですね、ここでですね、優勝しているんですね。この時からですね、すでに全国区で活躍していた選手というところになりますね。そしてですね、高校はですね、大分県の明豊高校ですね、に進んでおりますね。明豊高校ではですね、1年の秋から公式戦に出場しております。そしてですね、2年の秋からエースということで、左腕の太田選手という選手がいたんですけれども、この選手と共にですね、九州4強入りを達成したというところから、このキャリアをスタートしております。はい、そしてですね、全国デビューしたのがですね、3年生の春の選抜ですね。最終的にですね、
この春の選抜ですね、準優勝になったんですね。その時の決勝ですね、この相手が東海大相模ということで、この時の東海大相模のエースが今ジャイアンツにいますね、石田選手だったというところも何か縁があるところかと思います。そしてですね、この京本選手、夏の甲子園も出場することになるんですけれども、少しね、肩の張り等で怪我があってですね、夏も思ったような成績が出せずですね、甲子園に出場したものの1回戦で敗退したというところでございました。はい、そしてですね、その秋のドラフト会議ですね、2021年度のドラフト会議の育成ドラフト7位で京本選手は指名されまして、ジャイアンツに入団することになりました。片やですね、決勝で対戦した石田選手ですね、東海大相模の左腕石田選手は支配下のドラフト4位でジャイアンツに入団しているというところです。はい、この2人ですね、同時期入団で、さらにですね、春の甲子園で対戦しているというところもですね、少し興味深いところで、切磋琢磨しながら両選手ともにですね、頑張ってほしいなと思います。プロ入り後はですね、どちらかといえばこの京本選手の方がですね、今のところではございますが目立っているような気がいたしますね。まあ、とはいえですね、この石田選手もですね、ここからですね、京本選手に負けないぐらいの活躍を見せてほしいなと思いますね。はい、ということでね、京本選手、そのような経歴を歩んできた選手でございます。はい、ということで次ですね、選手特徴と実績のところにですね、入っていきたいと思います。はい、京本誠、2004年2月6日生まれの20歳、右投げ右打ちの選手でございます。最速152キロの直球を投げ下ろす長身右腕、チェンジアップやプロ入り後に習得したフォークボールなど、縦の変化球を武器とするほか、カーブ、スライダーといった多彩な球種を持ち、精度も高い。2024年にはツーシーム習得にも取り組んでいると、まあ、そういうようなね、特徴のある選手でございます。身長189センチの、体重80キロですね。ストレートの最速152キロが投げれる選手というところです。変化球ですね、カーブ、スライダー、チェンジアップ、フォーク、ツーシームというですね、結構投げれますよね。変化球が投げれる選手というような特徴がありますし、まあ見た目もね、結構男前ですね。坂本勇人選手にとよく言われますけれども、まあ女性ファンがね、すごくつきそうな、そんなちょっと男前な選手でもあるというところかと思います。やはりね、この選手を語る上でですね、見ておきたいのは、やはり身長189センチですね。やはり長身ピッチャーということで、角度をつけたストレートを投げ下ろすようなですね、ピッチングができるというところですね。まさにね、本格派というような感じがしますが、さらにね、そこに加えて、縦の変化ですね、ここを武器としているところもですね、非常にですね、本格派の匂いがする、そんなタイプのピッチャーであるというところかと思います。はい、2021年度のですね、この京本選手獲得時のスカウトコメント見ておきます。しっかり体ができてくれば支配下でも十分通用する投手で、伸びしろしかない。巨人は3軍まであり、実戦の舞台は多いので力を十分に発揮してほしい。長身を生かしたダイナミックな投球フォームが魅力の投手。長身から投げ下ろすボールには角度があり、指先の感覚も非常によく、変化球の精度が高いといったようなですね、コメントが残っております。やはりね、高校3年生のこの2021年度の秋ですね、この時点ではまだこの支配下には至らないものの、非常に魅力のある選手であったというところがですね、コメントから読み取れるところかと思います。はい、この時期から2年が経ち、2023年度のシーズンですね、支配下クラスの活躍をすることができたということで、そこのポイントと、まあ、この春のキャンプも含めてね、評価されての支配下登録かと思いますが、はい、昨年度2023年度ですね、2軍でどのような成績を残したのかというのをまずは見ておきましょう。はい、2023年度なので、プロ入り後2年目の成績ですね、2軍での成績がこちらになります。はい、登板が15登板ですね。投球回が76と3分の1ということで、まあこの後出てきますけども、ほぼですね、先発ピッチャーとして登板しておりました。結果ですね、5勝4敗というですね、成績でございました。はい、まず見ておくべきはですね、育成契約の選手であるというところで見てみると、非常に立派なですね、成績かと思います。登板15、投球回76と3分の1ということで、支配下の選手でもここまで投げれた選手は少ないです。育成契約でありながら、まず投げれたというところですね、そこは評価されるべきですし、まあ2軍の成績とはいえですね、
防御率 2.36 というのは立派な成績かと思いますし、ウィップですね、1.36 です。まあ、このウィップというのは1イニングあたり何人の走者を許したかというところを指標にしたものですが、まあ、素晴らしいという成績ではないものの、まあ、一定のですね成績は残しておるかと思います。 1.36 ですね。そんな悪い数字ではないかと思います。はい、そんな中ですね、この京本選手の良さと課題をあえて挙げるとすればということで、2つですね、赤枠で囲っているですね指標2つご覧いただければと思います。奪三振率と四死球率でございます。まず奪三振率 8.25 です。まあ、2軍の試合とはいえですね、まあ、しっかり三振が取れているというところですね。このあたりはやはりこの京本選手の特徴であり、かつその強みを生かせたところかと思いますが、一方で四死球率 4.24 ということで、やはり制球の部分ですね、まだまだ課題が見えるかなというところですね。はい、この2つがですね、この京本選手の良さと課題の部分だというふうにですね、見て取れるかと思います。はい、次にですね、この京本選手15登板と申し上げましたが、その15登板の一覧がこちらになります。まあ、2軍の試合ですね、5月6日のロッテ戦を皮切りに9月20日の楽天戦までという形になります。はい、投球回もね、徐々に増やしていきながら、少し様子を見ながらという形ですかね、投げていることがわかるかと思います。まあ、おそらくこの球数でですね、調整しているのかなというふうに見受けられますが、特にね、8月26日の DeNA 戦ですよね、奪三振10、失点1、7回を投げ切った試合などを見てみてもですね、まあ、非常に素晴らしいピッチングをしている日もあるというところです。一方でね、その前後、少しね、フォアボールを与えてしまっている試合もありますし、まあ、失点を重ねている試合もありますね。まあ、もちろんね、育成の選手だったので、いろんなね、ことを試しながら、自分の強みをですね、探しながらというですね、登板だったかと思いますが、ただね、この5月から9月まで、しっかりね、休むことなく、しっかり投げれているというところはですね、評価されたのだと思いますし、まあ、育成の選手にしては、非常に高いレベルで投げていたというところがですね、支配下登録につながった一番の要因になったのかなと思います。はい、そしてですね、こちらがですね、ジャイアンツの2軍である一定の球数以上ですね、投げていた選手の一覧がこちらになります。一番上が松井選手、2番目にね、京本選手、黄色で枠をくくっております。その下ですね、井上選手、直江選手、赤星選手に高橋選手と、ずらっとですね、名前を挙げさせていただいております。はい、まずここで見ておきたいのは投球回ですね。実は松井選手に次いで京本選手が投げていたんですね。高卒2年目の育成選手ながらですね、投球回で言うとチーム2位の投球回で投げていたというところですね。非常に素晴らしいところかと思います。そしてですね、これも素晴らしいなと思うところが奪三振ですね。京本選手70なんですが、この井上選手、松井選手に次いで3番目というところで、三振がしっかり奪えているのもわかるかと思います。防御率もね、2.36 ということで、まあ、もちろんね、それ以上の選手もいますけれども、育成選手ですから、まあ、その育成選手という目線で見たときにですね、この支配下選手と争えるぐらいの成績をしっかり残していたというのは、ここで確実に見て取れるところかと思います。一方でね、フォアボールですね、やはりこの36ということで、一番この中でもフォアボールを与えてしまっております。要四死球率で見てみても 4.24 ということで、この中ではね、一番指標としては悪い数値を示してしまっております。まあ、ここはね、先ほど申し上げた通り、京本選手の課題の一つかなというところかと思います。はい、ただね、ここで言いたいのは何かというと、この京本選手、育成選手でありながらですね、この他の支配下の選手と匹敵するぐらいのピッチングをしているというところはですね、この表を見るだけでもですね、分かっていただけるのではないかと思います。はい、そしてですね、この次ですね、2軍の成績をですね、戸郷選手、松井選手と比較することで、もう少しね、客観的にね、その成績を見ることで、今のですね、この京本選手の立ち位置というのをですね、見える化してみたいなと思います。はい、2軍成績の比較ということで、一番上に京本選手、真ん中に松井選手、そして2019年度の戸郷選手が3つ目の箱に、ありますので、比較していきたいと思います。まずですね、2023年度、京本選手、登板が15、松井選手16、戸郷選手、2019年度の2軍登板は11でございました。はい、まずですね、京本選手と松井選手を比較していきますと、ほぼ登板数は同じでございますので、本当にね、単純に比較することができるので、挙げさせていただいたんですけれども、この松井選手、
この選手もね、昨年度育成契約で入団し支配下登録された初年度でございました。開幕直後のね、時期1軍で投げておりましたが、その後はね2軍に、その主戦場を移してですね、しっかり投げ切ったシーズンで終えたわけですが、このような形で成績残りました。これ実は結論で言うと、京本選手と非常にですね成績ね似ているんですね。まあ体格面とかね持ち球とかに違いがあるんですけれども、例えば防御率ですね、京本選手 2.36 に対して松井選手 2.04、ウィップもですね 1.36 と 1.20、 奪三振率 8.25 と 7.54 ということでね、非常にですねこの2選手ね成績としては、同じ近いようなですね成績を残しておりますね。京本選手もそうですが、この松井選手もね、これから楽しみな選手ということで見ておくといいのではないかと思います。一方でね、この2019年度の戸郷選手の2軍の成績をこちらに載せております。戸郷選手ね、実は皆様ご存知の通り、この次の年2020年からはもう1軍でバリバリ投げ始めたわけですが、ルーキーイヤーですね、2019年度2軍でこのような成績を残していましたというのがこちらの表になります。まず登板数11です。先発ピッチャーとして、ね、投げていたわけなんですが、見ておきたいのが右の2つ、奪三振率 9.43、 そして四死球率が 1.71、 KBB5.50 という素晴らしい数値が、ね、残っております。防御率が、ね、3.00 ではありますが、高卒1年目ですので、本当に、ね、素晴らしいなと思う限りでございますし、まあ、案の定ですね、このような成績を残したシーズン終盤に1軍に昇格し、何試合か投げましたね。そしてその次の年2020年からは1軍のピッチャーとして活躍し始めたというところでございました。はい、少しね投球回に違いがあるので、単純比較はできない中ではありますが、この京本選手の2023年度の2軍の成績と、戸郷選手2019年度の2軍の成績を比較し、どのような違いがあるのかというのを見たときに、やはり一番目につくのはフォアボールの数ではないでしょうか。戸郷選手ですね、11登板ではありますが、フォアボールがね8つしかないんですね。結果として四死球率が 1.71 という異次元のですね数値を示しております。まあ、それに対してね、京本選手フォアボールがね35あるんですね。まあ、これがやはりね影響してしまいまして、四死球率が 4.13 ということで、かなりね数値としてはあまり良くない数値を示してしまっております。松井選手ね、その間ぐらいですね、 2.85 なので、この京本選手と戸郷選手の間ぐらいのところのですね成績かと思います。京本選手ね、しっかりね三振が取れてますし、しっかり登板もできているので、やはりこの四死球率のところをですね改善することができれば、ネクスト戸郷になりうる、そんなですねポテンシャルを持った選手という言い方ができるかと思います。はい、そんなですね京本選手ですね、この2024年シーズンでどこまで期待していいのかという期待値のところにですね入っていきたいと思います。はい、ズバリですね、この2024年シーズンに関してはこの京本選手に対しての期待値ということで、2022年度の菊池選手ですね、菊池選手超えを期待値として挙げておきたいと思います。もちろんですね自分の思いとしては、戸郷超えと言いたいところではありますが、チーム方針としてね、まずは中継ぎで使っていくというところが示されておりますし、やはりね、育成上がりの選手で、まだ高卒3年目の選手でもあります。将来的なエースになってほしいという意味も含めてね、少し大切に育てていこうというですね、そんなですね、意向を感じますので、まあそういう意味ではですね、まずはこの2024年シーズンに関しては、2022年度の菊池選手を超えてもらう、そんなところを目指してほしいなと思います。はい、こちらがですね2022年度の菊池選手の成績でございます。1軍成績です。登板が16ありました。菊池選手ね、中継ぎのピッチャーなので、まあ、このような形で成績としては残っているんですけれども、見ておきたいのがですね、奪三振率 10.70、 ここはね非常にすごい数値かと思います。それ以外のとこに関してはね、例えば防御率、ウィップ、KBB、四死球率、このあたり見てみてもですね、やはりプロの壁にぶち当たった感はあるかと思いますが、自分のね持ち味である三振ですね、しっかりね奪三振が奪えているというところはね見せつけたところかと思いますし、この結果がですね2年目につながったことは言うまでもないところかと思います。京本選手もね、
まだまだ高卒3年目の選手で、中継ぎピッチャーとして今年は活躍すると思います。あまり大きなですね、成果を求めるというよりも、まずはですね、この京本選手の持ち味をね、しっかりと出してもらいたいというのが一つ。そして、それ以外のね、指標に関しては、この菊池選手ぐらいを目安にですね、投げてほしいなと思いますし、何よりもこちら。阿部監督もコメントとして出しておりましたが、1年間1軍に帯同してほしいというふうに思います。やはりね、高卒3年目。まずはね、1軍のプロの生活に慣れるというところも、もちろん必要なですね、経験値だと思います。1年間1軍に帯同するということは、しっかりね、自分の役割を全うしなければならないです。このシーズンが始まってですね、勝ちパターンだけで投げさせてもらえるのかどうかわからないです。もしかしたら負けパターンでの登板もあるかもしれないです。どのようなですね、ケースで登板したとしてもですね、しっかり自分の役割を全うすることができれば、1軍帯同は叶うと思いますし、何度も申し上げますが、京本選手、まだね、高卒3年目のピッチャーなんですね。やはりその体力を向上させる、怪我をしない、まずはねピッチャーとしての基礎をですね固めていく、そんな大切な時期かと思います。この京本選手はね、近い将来、ジャイアンツのエースになってもらいたい、非常にね、期待値の高い選手でございます。そういう意味でもね、今年、支配下登録されましたけれども、まずは今年に関してはですね、中継ぎピッチャーとして、まずはキャリアをスタートしていくことになりそうですけれども、一軍のピッチャーとしての、まずは経験値を積む、そんな一年にしてもらいながらですね、自分のですね、強みを伸ばすとともに、この四死球率ですね、課題の部分を克服していくような、そんなですね、きっかけの一年にしてほしいなと思っております。先ほどですね、見た通り、二軍のピッチングというのは、他の支配下の選手と比べても、全くですね、引けを取らない、素晴らしい成績を残していると思います。ただですね、2軍で成績を残している選手でも1軍に上がるとめっきりですね成績を残すことができない選手がいるというのも、これ一方で事実かと思います。まあそういう意味でもですね、この京本選手1軍でどれだけできるのかというのも今からですね試していく時期ですし、ぜひともね1軍で成果が残るピッチャーになってほしいという意味も含めてね、本年度そのような時期を過ごしてもらいつつ、2025年シーズン以降ですね、先発ピッチャーとしてその柱になってもらいたいなというふうにも思いますので、そのようなところで本年度ね、ぜひ応援していきたいなと思います。はい、ということで今日はですね、京本誠選手ということで育成選手でしたが、本年度開幕前にですね支配下登録された選手ということで紹介させていただきました。まあ本当にね、期待値の高い選手ですし、今後必ずやジャイアンツのですね中心選手になってくれる選手だと思います。とはいえですね、まだまだ20歳の高卒3年目のピッチャーでもありますので、やはりね数年後を見越して育成してほしいなと思いますし、まあ少しずつですねプロで経験値を積んで将来的にエースになってもらいたいなというのがですね、当チャンネルとしての結論とさせていただきたいなと思います。皆さんもね、おそらくこの京本選手への期待値高いと思います。京本選手への期待値、応援メッセージなどありましたら、ぜひね、コメント欄で教えていただきたいなと思います。ということで本日は以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。